どめさんこんばんは。ようやくですね、上質パーツがようやく出てきました。意外と出るんかなと思ったんですけど、マザーボードが多かったです。マザーボードがもう6個7個ぐらい出ましたかね。コンポーネントも2個、ファブリックも2個つぐらい出たんですけど、これだけが全然出なくて、でここに今ちょっと出てないんですけども、まあですね、もうこんなんはもういつでも作れるんで、残り18分なんですけど、まあこれを待ったところでネオンライダーがですね出てくるかがわからないので、もうちょっと早く見たいっていう、気持ちもあるので、ここはちょっと更新ちょっともったいないですけどしていこうかなと思います。もしこれ RPG3 来たらですね、それも作りたいと思うんですけど。意外と来ないんですかね。いきますよ。まあ10回更新してもダイヤ30個なんで、それぐらいなら全然。あ、来ました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 、来ましたよ。あー、もう作れますね、余裕ですね。金2個銀10個銅が25個と、いうことなんですけども、もうやっぱりずっとやっててもこの金のファブリックなかなか使う機会ないんですよ。もうこれ使います。これにしましょうか。はい、作ります。ありがとうございます、ありがとうございます。これは本当に助かりました。んこれダイヤ500なんで、おお、あ、なるほど、これがちょっとこうチョコミントの色ですね。これはチョコミントですね。あー、なるほどなるほど。ではまあちょっとこの青っぽい色から見てみましょうか。あ、ちょっと待ってくださいね。速度の方なんですけど、243の 2.63 ということで、243ということは、加速的にも、あ、スーパーカーより速いですね。これなかなかの車なんじゃないですか。行ってみましょう。まあリペアキットは10個あるんで、まあ大丈夫です。お、アンダーイルミがついてますよ、アンダーイルミが。とりあえず売り値を、おお、19万5千ですね。高い。広告見たら40万になりますよ。さすがにこれにはついてこれないみたいですね。ちょっと、おお、すごい、今のはすごいんじゃないですか。ちょっとカクついてましたけど、今すごい回転しましたね。これ早いですね。ちょっとだいぶ飛ばせるんで、ちょっと一旦とりあえずデリバリーとかでですね、ちょっと安全に赤見てみましょうか。イルミネーションの色は変わらないようですね。全部緑色なんですね。そこは合わせてちょっと変えてほしかったなっていうところですけど、あー、これだいぶ早いですね。あ、やばいやばいやばい、やばい、ちょっとちょっと使うタイミングを間違えましたね。ちょっと、あ、もうこれ半分まで減ってますよ。
すごいなこれ。坂登るのもめちゃめちゃ速いですね。ほう、なるほど。どうしましょうか。ちょっと一回デザートレースやってみましょうか。上り坂ってしんどいことが多いと思うんですけど、こいつ全然遅くならずに登っていってましたからね。ちょっとなんかすごそうな気がするんですけど、とりあえずもう始まってすぐにターボ使ってちょっとだけ走ってからの方が良かったかもしれないですね。あ、やばい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 。これはここら辺でこれ使う。テックモビルは速いんですけど、ターボが一瞬、いや、これでももしかすると。これはどこまで行くの？これもでもちょっと、速いですよね、ターボの回復が。もしかすると、ちょっとこう、なんというか早め切れるのは早めなのかもしれないですね。あ、ちょっと、わあ、めっちゃ速いですねこれ。あ、やばいやばい、ミス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 。ちょっとこう上り坂ですね。上り坂でやっぱり普通の車はちょっとこうしんどくなることが多いと思うんですけど、あー、やっぱりすごいですね。すごいですよこれは。こことかめっちゃ遅くなるんですよ。あ、ここはでもやっぱちょっとしんどめですね。あ、ちょっとさっきちょっとアホなことしてもったんで、一人だいぶ追い上げてきましたね。やばいやばいやばい。あ、ちょっと待って、意外とこれ星4ついかないじゃないですか。まあちょっとあんなことしてしまったんで仕方がないですね。ああ、ここまで落ちましたが、まあまあまあいいです。もう一回ちょっとデリバリーで街中を、次はオレンジですね。オレンジ、あ、そうか、これ昼間にしてもうたらライト消えちゃうんですね。ちょっと気づいてなかったですね。これはしくりました。
ターボ中っていうのはちょっとコントロールがこれターボ中はコントロールがまあコントロールがというかもう速すぎますからね。あ、やばいやばいやばい、ちょっとこれどうなるか見ましょうか。あ、早く早く早く、さあどうなるんでしょうか。あー、まあ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 、まあ、なんかタイヤが内側にめり込みましたね。こっちのタイヤなくなってますね。ああ、ここにあります。こうちょっと邪魔ですね、こいつが。これもう人のタイヤを踏んでますからね。ほら、ここにタイヤがあります。これがタイヤですね、これがタイヤ。じゃあちょっと夜にして、もう一回、砂漠のレースやって、今回は終わりにしましょうか。行きましょうか。うん、ちゃんと光ってますね。やっぱり暗いだけに前がこれはもはや関係ないですよね。あ、やばい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 めちゃくちゃじゃないですか。大丈夫かなこれ。ちょっと心配になってきましたね。いや違う、ここで行ったのか。あ、やばいやばい、あと1分いけますかね。あと1分ですよ。あと10秒しかないじゃないですか。これ無理じゃないですか。あ、やばいやばいやばい、見せた見せた見せた。いや意外とまあちょっとまあミスが多かったんですけど、うわ、ペナルティ11秒。まあ夜でやるべきではないですねこれは。
やばいやばいやばい。これやっちゃいましたね。あ、そういえばこれめっちゃ今変な格好してるんですけど、今一応一番泳ぐのが早い装備なんですよ。これすいません、ちょっと変な格好でずっとやってましたね。これはめちゃめちゃきしょいですよね。これはちょっとミスりましたね。どうしましょうか。はい、ですね、今回は、ネオンライダーを、作成しましたということでですね、ちょっと紹介の方をさせていただいたんですけども、まあめちゃめちゃ早いですしいいんですけど、ちょっとうまく暴走するのが難しいっていう感じですかね。ちょっとまあもうちょっと乗り慣れたらあれとは思うんですけども、うまく運転できるようになるかもしれないんですけども、まあハンドルが効かない時があったりとか、まあ跳ねたりとかも、こんだけスピードが出てたらよく跳ねたりとかもしちゃうと思うので、ちょっとですね、なかなかの、暴れ馬的な、車かなと思いますが、ダイヤ500個の価値は全然、ある乗り物かなと思いますね、この馬見た目的にも。はい、ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。